クリソピギ・レベツィはギリシャの女子陸上競技選手。2004年アテネオリンピックで銀メダル、2008年北京オリンピックで銅メダルを獲得したが、後にドーピング違反が発覚し2007年以降の記録を抹消された。ギリシャ北東部の東、マケドニアトラキア地方エブロス県アレクサンドルポリ出身。レベツィは三段トベを中心とした。 跳躍競技を得意とする選手である。2001年に3段飛べで、自身初めての14メートルに到達すると、2002年のヨーロッパ選手権では7位。2003年の世界選手権では8位と決勝に進出を果たす。2004年の自国開催のアテネオリンピックの都市、デベツィは一気にその才能を開花させた。シーズン初めの世界室内選手権では、 1 4ル7 3でロシアのタチアナ・レベデはスーダンの闇でアルダマに次いで銅メダル。オリンピックでは予選で1 5ル3 2のギリシャ新記録で全体のトップで決勝進出。決勝でも1 5ル2 5でカメルーンのフランソワーズ・ムバンゴに敗れたもののレベデはを抑え銀メダルを獲得した。レベチは 2006年のヨーロッパ選手権でも 15m05 でレベデワに次いで銀メダルを獲得。この大会では総幅跳びにも出場し10位となっている。さらに翌2007年の大阪の世界選手権でも 15m04 で銅メダルを獲得した。2008年北京オリンピックでは2回目に 15m23 を出し3位となり、前回アテネで 金メダルを獲得した無番後、前回銅メダルのレベデワに次いで銅メダルを獲得。2大会連続表彰台に立ったが、ドーピング違反により剥奪。ありがとうございます。